川崎大臣、本名、池田正和、1902年3月29日から1980年8月8日は、日本の児童文学作家、プロレタリア児童文学の運動にも関わった、童話作家協会の集会、中列の一番右が川崎、北海道札幌市で生まれた、幼少期は、岩やさざ波に関心を持ち、図書館に通って、 岩屋の本を200冊以上読んでいた。1919年に中学校を卒業後に上京、岩屋さざ波のもとを訪ねて指示。早稲田第二高等学院を経て、早稲田大学文学部英文学科卒業。在学中に、大杉久氏の全集を読んで影響を受け、総大同和会にも所属していた。また、岩屋の翻訳業の下請けをして、学費や生活費を稼いでいた。 1926年に、早稲田大学を卒業後、東京大学文学部の聴講生として通い、サンスクリット語などを学んだ。1929年に、新行動は作家連盟に加入、同様などを発表した。1930年に、日本プロレタリア作家同盟に加入、戦記などに作品を発表した。また、1931年に、牧本クスロートの教授で、 小さい同志を観光、直ちに発売禁止となった。1933年に検挙され、留置場生活を送ったが、同年中に釈放。なお、留置場生活中に、岩やさざ波の死を知ることとなった。1935年に、童話作家協会に加入、文学評論などに作品を発表していた。1937年に結婚し、 1942年に長男が誕生。続く1943年に次男が誕生。戦時中は一時東京都西多摩軍に疎開していたが、1952年から再び一家揃っての生活を送った。戦後、日本児童文学者協会の設立に関わり、高年同協会の会長も務めた。1962年。 東京家政大学の講師となり、翌年教授に就任。この頃から民話の研究なども進め、各地の民話を収集した。1976年に脳内出血で入院し、年末に退院。1980年8月8日、死去。AB、日本児童文学体系 30P602、日本児童文学体系 30P536。 日本児童文学体系 30P603 日本児童文学体系 30P604 日本児童文学体系 30P607 日本児童文学体系 30P613 ありがとうございます。